はい、どうも、フリッチです。さあ、今回はこちら、キャリオンというゲームの体験版をプレイしていこうと思います。さあ、このタイトル画面にいるね、クリーチャーを操作して人間を食い散らかしていくゲームだね。逆ホラーみたいなことですね。さあ、キャリオン、おお、これはもう動けんのかな。さあ、これが操作するキャラですね。すごい動き方するな。左クリックは移動ができるよと。まあ、これをこうしたとこに向かっていくよと。あ、こうやって伸ばしてやるのね。うわ、すごいね。動きがすごいですね。で、右クリックでオブジェクトをつかみ、こう引っ張れると。人間もじゃあこうやって噛むというかやるんですかね。これがそうでしょ。これめっちゃ伸びるんだけど これ攻撃なんですけど、これちょっと うまく使ってやりたいな。なんかやってるね。いきますか。ゆっくり。やっぱホラーはね、ゆっくり忍びたいですから、これをこうやってさ、こうでしょ。こちらへどうぞ。うわ、すごいな。いけないいけない、詰まっちゃう。どうすればいいのこれ。おお、いけたいけたいけた。これ扉じゃないんだね。さあ、ちょっと最初にいきなりすごいですが、こうやってね、人間を食い散らかしていくと。話せる、それ。話せないのかな。おお、これ、それもいらないよ、私は。いや、すごいダークですね。上にいる。これは届かないよね。銃か。武装してますね。警戒していると。食ったからでかくなってない、これ。こんなんだったっけ、最初。スペースを押せと。入るのかな。何が起きたんでしょうか。なんか移動的なことね。でもなくない？でっかくなってない？ こんなんだっけ？開けちゃおう。ここに来て、ここに。そう。バリない程度の。もう血めっちゃついてるよ 食べちゃおうかな。これちょっと。銃強くない？上から行こう。やっぱホラー的な感じだね。そういう場所を使えるか。これはちょっと厳しいか。あれ、いけるあれいける。よしよしよし。これで多分回復をしてるんだろうね。上のゲージが体力かな。ゲージがあんま分かんないですけど。でかくなったね。これ上から行きたいな。分かれたぞ。バカな人間め。今のめっちゃホラーっぽい。でも上が体力っぽいね。おーっと、危ない。なんで閉めるの、こいつら、いちいち。こちらへどうぞ。お残しが。上から行っちゃいましょうか。でかくなったな。これ壊したいんですけどね。もうどこが今中核か分かってないんですよ。あいつは上見てますけどね。一気に行きたいな。やっていこうか。あいつが来たら、ガッていくわけですよ。で、ちょっと裏行こう、裏。バレてんのかな？おお、今のいいんじゃない？ すごいね、このゲーム。ここから行ったらバレちゃうな。開けとくか、とりあえず。2人か。体力満タンですから行けるんですけど。下から行った場合どうなんだろう。普通に強いわ。うわうわうわ。合ってる？
パレット的なやつありますよ。基本はこういう裏道を通ろう。あれは食べるべきではないか。バレなければいいんだね。持ち下に。道がわかんないな。ここじゃないか。開きそうなものないよね。あ、これ、これはこれ。なんじゃない。これ。あ、下げた。おお。いていていて。2位くらいいました。食べないと。MMB、オフェンシブスキル。マウスミドルか。え、何これ。あ。え、これは無限に使えるんですか？あ、気づいた？あ。何、何、何あれ、何あれ、何あれ。水、水、水。食らってないね。なんだあれ。あれ、これか？これ捕獲っぽくない？なんだあれは。前からはいけないんだろうね。あ、ここ、ここなんじゃないか。こうか。なるほど、なるほど。前も後ろもないのか。ここだね。スキルを使いたかったんですけど。よくもやってくれたね。生きてんの？食べなくていいんですかね。これは道つながってるか。これは下げとこう。ちょっとこれね。はい。開きましたね。いけいけいけ。開けろ開けろ。ああいうの分悪いと思うんですよ。これでいけるかな。お、どうなるこれね。人間にこれ使ってみたいですけど。捕まえる系かな。これより長いもんね。引っ張れるわけだな。そうですけど、なんかあるでしょこれ絶対。あ、引っ張れ引っ張れ。おお、なになに。あ、なんかあんじゃんこれ。来た来た来た。なんか上増えました。ダッシュ。あ、技が変わった。技が、へえ、上かな。ここかな。これ引っ張れる？無理そうだね。そういうことか。なるほど。ああいう木をぶっち破ることができると。でかくなったね。体力あんま、あれ、体力変わってないですよね。左のやつが別かな。これは？これもいいか。いや、クリーチャー感増しすぎじゃない？こっち行きます。お、来た来た来た。いや、これ破るしかないよね。ちょっと偵察ないですけど、行っちゃいますか。これ行くしかないよね。うお。回復しましょう、回復。オッケーです。これどっかのねえ、避けたら出てくるよね、セントリー。まだあるか。これは。
強すぎる。いや、触れたら死にますよ、これに。行きましょう、この勢いで。おお、自然。水は大丈夫だもんね。あ、すごい機動力。どこだここ。次血だらけなんだけど、さっきのどこかな。これは無理か。誰開けたんだろう。これの、あ、ここだここ。さっきのやば、こんなことになったの一瞬で。ちゃんと見てなかったね。あ、これはさっき暴れた場所っぽくない。あ、これとかそこ行ってる。あ、ちゃちゃちゃ、どっか行った、どっか行って、どっか行った。オッケー、なんかよかったよ。あいつはね、上下から攻めるのが一番なんですよ。この角度からのこれね。オッケー。さあこれは、どこなんだろう。ギミ、お、あ、さっきのセントリーここなのね。じゃあこの方か、この方かってのはあのおかしいですけど、多分戻ればいいんだよね。どうでしょう。あれ戻れない。あ、水の中限定か、これいけんの。なるほどね。こっち行けなかったことない。あ、行けるか。ここ多分いますからね。こんなとこあったっけ。行っちゃいましょう。間違えた。よし、これ変わりそうじゃない。あ、これは入るとこか。なんかでかくなったりするよね、これで。うお、まだいけんの俺。え、あ、変わんないか。こうやってやんないといけないんですよ。オッケー。捕まえてね、削らないといけないんですよね。ここから出てきたんだよね、さっきのって。戻ってもじゃしょうがないかな。こっち行くと戻ることになると思うんですよ。こいついけるでしょ。出てこいよ。あ、おらおら、よし。さっき下行っちゃったんで、でもここもそう違うか。ここがあれだよね、スタートだよね。そうなると上行って、こっちで戻ると思うんですよね。ここ行けるでしょ。こっちかな、やっぱり。これ引いてね、あれ出ちゃったけど。なんかあんじゃないの、ここに。ないか。ほらほらほら。よし。これ安全よ。
ここが途中の場所なので、これは？あるじゃない。なんか開きましたよ。順番が違った説ある？これもしかして。さあ、ここが空いてるんで、これだね。来た来た来た。すべてなんかチェックポイントみたいなやつ開けて、で、すべてを破壊して、竹も終わりと。って感じだね。さあ、今回ね、やってみましたけど、キャリオン。すごいゲームだね。説明は操作説明しかなかったんですけど、もうとにかく、敵を倒すと。倒し方のなんかね、ガイダンスもないので。あってるか分かんないですけどね、もうボールはもう吹き飛ばして、人間の盾付きのやつね、あれは多分電気か何かでね、こう伸びてくるのを防ぐという、なんか映画とかでもありそうな、そういう防御のことをしてきていると。だからこのクリちゃん認知されてるわけだよね、敵からすると。対策を取られていると。だからその人間の復讐をしていくわけだよね。さあ今回体験版なんでね、まあ、一連の戦闘がプレイできましたね。人間を食ったり。あとは、ま、どんな、なんかギミックじゃないですけどね。まあ、探索みたいなとこもやりましたね。いや、すごい。これ製品もやってみたいですね。この戦闘の、なんだろう。ホラー映画館ね、こちらの。それ沿って楽しむこともできるし。ボス戦とかもあるんですかね。なんか、あんまりイメージ湧かないですけど。まあ、とりあえず今回これにしましょうか。体験版ね、プレイできるんで、ぜひやってみてください。